ラットランド博エドムンド・プランタジネットは、イングランドの王族であり、ヨーク公リチャードとセシリー・ネビルの二番目の息子である。エドムンドは、ルーアンで生まれた。後の国王エドワード四世の弟であり、ブルゴーニュ公、シャルル夫人マーガレット、クラレンス公、ジョージ、国王リチャード三世の兄であった。エドムンドは、ラットランド博を名乗った。バラ戦争中のウェイクフィールドの戦いに敗れ、 敵であるランカスター派のクリフォード教の命令によって17歳の若さで処刑された。エドムンドの首は父リチャード、母方のオジソールズベリー博と共にヨークの街の縄文にさらされた。シェイクスピアの儀曲、ヘンリー六世位第三部の中では、ラットランド博は史実とは異なり、一番下の弟ということになっており、 命乞いの後にクリフォード卿に斬殺される少年という脚色された形で描かれている。ありがとうございます。